照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。楽天コボスタジアム宮城からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日の注目なんといってもプロ初先発のルーキーのピッチングになると思いますが、いかがですか。まあ、そうですね、初めてのマウンドですから相当緊張もあると思うんですけど、もうとにかく思い切って投げてもらいたいなというふうに思いますね。ベンチの期待に応えられるんでしょうか。まずはイーグルスの先発安楽がコボスタ宮城のマウンドに上がります。さあ、バファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあ、今プレーボールがかかりました。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか。とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。さあ、2球目は何か。外れてますか。ボール先行です。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っている西浦。安楽、まずは先頭バッターを打ち取っています。西浦、背番号00。ストレートが決まりました。空振りになります。ノーボール2ストライクです。変化球で空振りを取ります。バッターボックス吉田。2アウトランナーありません。まず何を投げてくるか。初球はボールになりました。154キロがいきなり出ました。低め外れました。ボール先行です。インサイド変化球外れます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。インハイ空振り。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。アウトコース打ちました。浅村、一塁アウト。スリーアウトです。この回バファローズ三者凡退です。
西さん、各バッターはある程度先発ピッチャーの攻略法、データというのは頭に入っているものなんですか？もちろんね、バッターボックスに入る前に、しっかりと頭の中で整理してから入りますからね。なるほどね。バファローズマウンドに上がるのは先発の山岡、チームに勢いをつけることができるんでしょうか。バッターは茂木、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち、福田抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている藤田、まずはワンアウトを取っています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。次が2球目、ボール先行です。3球目は何で来るか。インコース見送ります。147キロ。次が4球目、ストライクになります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。さあ5球目は何か。ファウルになります。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。3ボール2ストライク。切りました、ファールボールです。ボールカウントは3ボール2ストライク、フルカウントです。インサイド落ちました、センターに抜ける、ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁です。さあ一塁に先制のランナーを置いています。バッターボックスには浅村、そして一塁ランナーは藤田。まあここは走らせても面白いと思いますよ。どう動いてくるでしょうか。初球ボール、中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、まあ、もしかしたらエンドランというような策があるかもしれませんね。なるほど、そうですか。できましたが三振、ツーアウトになっています。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスにはウィーラー、そして塁上には藤田。まあここは盗塁でもいいですよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。打ちました、セカンドが前に来る、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。2回になります、バファローズの攻撃、バッターは DH ロメロ。イーグルス得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ小宮山さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね、2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。
インコースこれは外れます。これは内へ外れます。打ちました。ピッチャーが取る。アウト、ワンアウト。バッターボックス、メイソン。安楽、まずは先頭バッターを打ち取っています。メイソン、背番号33。初球簡単にストライクを取ります。まっすぐを持ってきました。ノーボールツーストライク。体に近いところ、インコースを待っていたでしょうか。最後は見逃しです。打順は6番トーン。ツーアウトランナーありません。マウンド上安楽、そしてキャッチャーは足立。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。初球わずかに外れてボール。スピードボールを持っています。変化球外れました。ボール先行です。低めのボール入りました。ここは150キロを超えてきます。入れました。ファウルボール。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。チャリティーシートは今日もたくさんの子どもたちが来ています。みんな大声で応援よろしくね。2回の裏イーグルスの攻撃。バッターは5番銀次。イーグルス0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。さてバッターボックスの銀次、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、大きいのはあまり期待できませんが、ミートのうまさでヒットを連発するバッターですね。ああそうですか。真ん中打ちました。ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。バッターボックスには6番ブラック。ヒットでランナーを一塁に置いています。
初球は空振りです、うん、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね、うん、そうですね。さあ何を狙っていくか。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。引っ掛けさせようかというボール。インローボール。でしたね。スリーボールツーストライクです。次が6球目。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは7番に入っている小野木。ワンアウトランナー1塁です。何から入ってくるか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。外、これは外れていきます。ファウルになります。まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけませんね。なるほど、そうですか。